ができないことを神田さんやってるし、僕はすごく尊敬してる人で、もうお友達辞められちゃうぐらいすごい、その世界的にねノーベル賞取ってしまわれるような方になってしまうかもしれないんで、もう年間300曲以上なんかずっと作曲されることがあって、うん、でしかも今までほとんどその発想が湧いてこないようなスランプになったことがないっておっしゃってましたけど、発注に対して新しいチャレンジをするっていうこと、同じことをやっているとやっぱりどんどん煮詰まっていってしまうと思うんですけども、今年26の年、26? 36 いやいや、そうですよ